照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の声援が選手の力になりますから、こういった球場の雰囲気をいつも作ってほしいですね。そうですよね。まずはスワローズの先発高梨が神宮球場のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。なるほど、制球力ということですね。さあどうだ、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている高橋。まずはワンアウトを取っています。際どいコースに送ってストライク。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。インサイド打ち上げました。打球は右中間へ。ライト掴んでツーアウト。バッターは3番福田。ツーアウトになっています。この回の高梨、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。打ちました。ボテボテ。セカンドがファースト弾く。ボールを拾ってアウト。際どいタイミングでしたが、スリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからスワローズの攻撃が始まります。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の吉見。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。坂口が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球はボールになりました。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている山田。吉見、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。低め外れました。
内への変化球は決まりません。4球目は何で来るか。引っ張った、取った、アウト、ツーアウト。打順は3番青木。ツーアウトランナーありません。初球ボール、さあ2球目は何か。インサイド落ちました、ファウルになります。3球目見送っています、ボール。これが4球目、スライダー決まりました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ここはもうストライクは全部打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った、ファースト取って一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ三者凡退です。2回の表ドラゴンズの攻撃、バッターボックスは4番ビシエド。スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球は何で来るか。引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。打席には5番バッター阿部。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは高梨、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。日産このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目です。インサイド詰まりながらもレフトへ、この打球はフライになっています。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスは6番平田。ツーアウトになっています。この回の高梨2球でアウト、あっという間に2アウトです。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。初球ボール、低いところへ決めてきました。打ちました、これはどうか、センターへ抜ける、ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている京田。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球わずかに外れてボール。打ちました、山田。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあスワローズこの回は4番から始まります。バッターは村上。スワローズ0対0で迎える2回の攻撃です。
さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので。引っ張った、これはファーストライナー。打順は5番塩見。吉見、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド変化球決まっています。高めのボール、打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス雄平、ツーアウトになっています。この回のスワローズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。打ちました、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。2回終了、0対0、同点です。3回の表ドラゴンズの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている加藤。スワローズ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。初球ストライク、ボールになります。3球目外れました。インコース決まりました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、ファーストが取る、アウト、ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の吉見がバッターボックスです。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。初球ストライク、ファウルになります。これもファウル。打った、このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を、高めのボール打ちました、高い打球左中間へ、塩見が掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。0対0、同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。空振りです。得意のボールでストライクを取りました。
2球目打ちました。強打抑えてワンアウト。8番バッターはキャッチャー中村。まずはワンアウトを取っています。初球ストライク。いいまっすぐですよね。アウトローのストレート、空振りです。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。この球は外れています。打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。阿部。